ニスモモータースポーツ企画部の岩本と申します。私の担当している業務は、モータースポーツの企画を、策定することです。この車は、日産リーフ、電気自動車 EV ですね。この、高い技術力を、表現する、あと EV が持っているドライビングプレジャーというところを、表現するために、まあ、モータースポーツの世界で EV を使おうということで開発した車になっています。具体的にどういうところで走らせるかというのは、まあ、現在検討をしているんですけれども、まあ、いろいろな形のモータースポーツの中で EV を使っていこうと考えております。まだ具体的に日時等をアナウンスするタイミングになっていないんですけれども、我々の希望としては EV ならではの使い方ということで、一つ考えているのは、例えば都市部でのモータースポーツイベント、まあ、これはレースになるかスラロームのような形になるかは分かりませんが、まあ、都市部のようなところで走らせることができるのではないかと考えておりまして、そういった機会ができましたら、皆様にお知らせしてぜひ見に来ていただきたいと思っております。日産リーフの、まあ、基準車のデザインのイメージを残しつつ、まあ、レーシングカーらしいフォルムを実現するということで、車両の幅を広げたり、車両の高さを低くしたり、まあ、全長を伸ばしたりしてます。で、ただ技術的な面で言いますと、日産リーフが持っている優れている、まあ、EV のパワートレイン、バッテリーモーターインバーターというのは、まあ、標準車そのままを使ってます。ただ搭載位置が、日産リーフ基準車と違いまして、すべてドライバーの後ろ、いわゆるミッドシップのマウントになってます。あと、まあ、高い運動性能を実現するために車両重量を、まあ、軽減することを目的に、車体ボディをカーボンファイバー製で作っております。我々が今検討している EV のモータースポーツの将来像、まあ、この車の活用の場としては、今まで行ってきたモータースポーツを置き換えるというステップもあるんですけれども、全く新しい姿のモータースポーツ、EV ならでは、まあ、EV でなくてはできなかったモータースポーツを実現してみたいなと考えております。その一つの例としては、先ほど申し上げました都市部のレース、これはまあ騒音がない、排気ガスがないということ、それと、屋内でのレース、これも排気ガスがない、騒音がないというところのメリットだと思います。あとナイトレース、こういったものをやってみたいなと思っているのが一つ。それと、例えばワンメイクレースをやった場合、音が、まあ、小さいということで、ドライバーに、まあ、無線を持っていただいて、オンボードカメラを接続して、例えばレースをやっているドライバー間でのコミュニケーションを取るとか、まあ、お客様とレース中にコンタクトをしてもらうというような、まあ、今までのレースか、まあ、いわゆるエンジン音が大きい車ではできなかったようなことを、実現してみたいなということをアイデアとして考えております。我々も、今車の開発とともに、まあ、イベントの開発というのも並行して行ってますので、まあ、近い将来、まあ、早い段階で皆様の前で走る姿をお見せしたいと思っておりますので、その時が来ましたらぜひ皆さん、見に来てください。ニスモの鈴木と申します。この車両の開発責任者をやっております。まあ、実は今回でサーキット走行は2回目になりますけれども、この袖ヶ浦のサーキットでだいたいどれぐらいの速さで走れるか、それからどれぐらいの距離が走れるかと、そういったことを確認しに今日のテストは進んでやっております。我々もEV のレースカーというのは初めての経験でして、まあ未知の領域でどういったものかなとは思っておったんですが、この車両はもともとリーフ、生産者のリーフのバッテリーやモーターをベースに使っておりまして、それが非常によくできておりまして、意外とですね、簡単にというか順調に開発は進んでおります。で、また予想以上の性能をですね、発揮できているのではないかなと思います。開発ドライバーですね、前回のテストを今回含めてですね、松田継男選手に、やっていただいております。で、まあ、彼のコメントとしてはですね、非常にその EV の出足の良さ、そのトルク感ですね、そういったところが非常に良いなというようなコメントもいただいてますし、まあ、車全体としては非常にレースカーとして、こう楽しめる車になっているというようなコメントをいただいています。
今シーズン、カルソニックインパル GTR、ゼッケン12番を、ドライブする松田継雄です。2月ぐらいにですね、この電気自動車の、テストをやるっていうふうに言われましたけども、まあ、初めはね、電気自動車でレーシングカー並みに走れるのかなって、そういうなんか想像もしてなかったので、まあ、本当にテストドライバーって言われた時にすごく、まあ、責任感が重い仕事だなと感じました。やっぱりサーキットで、ね、その初めて走った時はちゃんとそのやっぱり今までエンジンでこう走った時にエンジンブレーキだったり、まあ、その加速感だったりやっぱり全然こう違うんだろうなと思ってたんですけど、意外とそういった部分はサーキットを走ってみて楽しめる車でしたね。今回で2回サーキット走行したんですけども、まあ、前回はね気温が低い状況の中走って、まあ、それなりにタイムも良かったんですけど、今回、まあ、袖ヶ浦ではですね1回目の走行を、まあ、ハーフウェットで、結構ウェット状況でどういう動きになるのかなと思ったんですけど、そこはちゃんと走れたっていうのを確認できたっていうのはすごく大きな収穫だったのと、まあ、2回目午後の走行は、まあ、気温も上がった状況の中でいろいろとやっぱり熱対策っていうのが必要なのかなと思ったんですけど、意外と今回熱の部分のトラブルも全くなかったので、そういった部分では本当にかなりこの車の進展は進んでると思いますね。実際全くこの車はセッティングをまだしてないんですよね。本当にサーキットを転がしている程度なんで、まあ、これから本当に何ていうんですかね、細かいところをセッティングしていけばもっともっとタイムは刻めると思いますし、早く走れると思います。まあ、この電気自動車ですけども、本当に開発も進んでいて、皆さんがねこう普段こう見る機会多分レース場であると思うんですけども、まあ、それまで僕たちニスモチームが一生懸命、車開発して、皆さんに楽しんでいただけるような車に仕上げて、皆さんにぜひね試乗もできるようになればねいいかなというふうに思ってますので、まあそういった部分で僕自身テストでいろいろと責任重大ですけども、これからもいい開発ができるように頑張っていきたいと思います。そしてまあ僕事ですけども、GT の方もチャンピオン争い加われるように、そしてチャンピオン取れるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。